こんにちは、速稼塾の久保です。緊急事態宣言いかがお過ごしでしょうか。もうね、緊急事態宣言6月20日まで延長ということで、そろそろ飲食店さん中心に守られていないところも出てくるんじゃないかなと思いますけども、これはね仕方がない話ですよ。ただね、政府の方から出るのは、これは緊急事態宣言を頻発してた結果、もう緊急事態宣言慣れしてるんじゃないかなってことで、やっぱ緊急事態宣言のね価値が落ちてきたっていう風な見方もあるんですよ。でもちろんね、それもね当たってます。当たってますよね。でも当たってるんですけども、もっと当たってるものがあるんですよ。それをね、政府の方は一切口に出さないですよね。私がはっきり言いましょう。はっきり言ってね、緊急事態宣言を敷いて私たちの行動を制限するなら、要請をするなら、金を出せって話なんですよ。微体一文金出さないでしょ、ね、この1年半にも及ぶコロナ禍で私たちが手にしたお金っていうのは10万円とマスク2枚、ね、マスクのことはもうすでに皆さん忘れてると思いますけども、あのマスクは私たちに何の恩恵をもたらさなかったけども、一部のよく分かんない会社ががっぽり受け取ってるわけですよ。何なんだよこれって話ですよね。まあね、どちらにしてもね、緊急事態宣言の威力が弱まったのは緊急事態宣言慣れしたからじゃないんですよ。だっていろんな制限を加えながら、私たちの所得をね脅かしながら、私たちの仕事や暮らしを潰しながら保証してないわけですよね。今なら10万円で手打っときますよ。いやいや、もうでも10万円じゃ我慢できないですね。30万くらい出さないと。で、10万だったら毎月ですよ。山本太郎さんですら毎月10万って言ってるのに、もっともっと偉いね先生方が、先生じゃないと思いますけど、国会議員なんてのはね、皆さんはね、国民のために働くわけですよ。なんかね、財務省の顔色伺ったりとかね、本当ダサいんでね、もう金起こせ金出せ金出せよって感じですよね。いや、もっともっとね、私たちは遠慮なく金を出せと。私たちの国、日本で国会議員は私たちが選んだんだ。お前たち国会議員は私たちの命令に従う義務がある。そこにくだらないね、もうなんですか、財政法とかもうどっかやっとけって話ですよ。そう思いませんか。どちらにしても緊急事態宣言に慣れたわけじゃなくって、金が出ないからもうね、自分の暮らしのために動くしかないでしょ、それからやっぱね、なんかむちゃくちゃなんですよ。我々には飲食店時短営業だとかね、人は集まるなとかね、コンサートするなとかね、あの飯を外食するな、昼も夜も食べるな、外に出かけるな、ショッピングセンター行くな、ね、酒を飲むなまで言い出したでしょ。でもオリンピック選手村はお酒どうぞね、感じですよね。で、しまいにはこういうね、ゴム製品を配ってどんどんやれ、ああやれやれって感じでしょ。いや、アスリートさん、オリンピックに何しに来るんですかね。何しに来てんだと。いや、オリンピックはね、本当に私はね、十把人からげにできないけども、選手の方もどうしようもないやつらだなと思いますよ、これは。何、このゴム製品を配ってみんなで日本でね、主治肉りにしろってことなんですかね。それはね、皆さんアスリートですから、夜もアスリートでしょ。どっかに隠しカメラ仕掛けちゃダメですよ。やりそうだな、でもな、これな、やりそうだな。なんかオリンピックプチエンジェル事件みたいなのが起きるんじゃないですか、これは、ね、全然プチじゃねえだろみたいな感じになりますけどもね。いや、すごいですね。でもね、オリンピック、まあ、どこ向いてるんでしょうかね。天皇陛下にどんな言い訳をするんでしょうか、申し開きをするんでしょうか。天皇陛下万歳ということで、なんかむちゃくちゃになってきましたけども、緊急事態宣言に慣れたんではなくって、金を出さないからもう言うこと聞いてられないですよ、ね、飲食店さんも、飲食店に納品してる会社さんも、食品流通業者さんも、それからね、お酒の製造元のね、日本の文化も酒も何もあったもんじゃないですよ、なくなっちゃいますよ、でね、なんかさざ波発言とかね、変みたいなものっていう風な本当のことを言った人を追放するようなことしてどうするんですかと。なんかそのテレビのワイドショーで、まあ、とにかく危険だから出るな、騒ぐな、食べるな、飲むなとかやってるのが、あっちの方が嘘ですからね。まさにさざ波であり、まさにへみたいなもんなんですよ。でもその中でもお亡くなりになった方いますよ。だからそれを軽んじてるわけではないです。でもどちらかというと、まあ少数というか、命なんてのは数で語るべきではないんですけども、あえて言いますと、少数の方の、まあ今ね、お亡くなりになった方います。そういった感染症でね、その亡くなった方に引き換えて、元気でピンピンしていて仕事がいつでもできる現役世代の人が言われなく死んでいった方が明らかに多いんではないかなと。
私は思うんですけどもね、これについて何か分かることがあったらまたコメントいただきたいんですけども、その死なないまでも元気な人が借金を抱えてね、もうニッチもサッチもいかないで、住宅ローンも払えずに手放した、任意売却した、競売にかかった車も手放した、今ね中古車市場と中古住宅市場もう大暴落じゃないですか。特にね車がね安すぎる今、すごいだから相当悔しい思いして手放したんだろうなっていうことがね去年から伺いますよ。ね、車を手放して当座のお金にしたのなんでかっていうと、お勤めになってる方がね緊急事態宣言で営業を止められてね、でローンが払えないじゃないですか、それは住宅だって家だって、他の食事費とかね教育費を削るわけにいかないからっていうんで、そういうふうにしたんでしょ。でまた安くなったものを底買いするわけでしょ、どなたかが、でそれ高く売れるわけじゃないですか。何なんですかね、ちゃんとねやっぱりこう粗利保証をする、で粗利の計算ができなかったら多めにあげればいいんですよ。同じ身内じゃないですかね、私たち同じ日本のこの国に住む兄弟なんで、どんどん